大変です。今日のね、相場解説は結構しっかりやったんですけども、音声が入ってなかったということで、音声別撮りになってます。それではスタートしますね。はい、これがですね、今デイリーを見てるところですけども、デイリーは横ばいのようになってきてますね。で、大きな陰線が出た後、陽線が5連発6連発で出てるんですけども、いかんせんちょっとね、この陽線っていうのは短くなってます。ちっちゃくなってます。今四角で囲ってるところですけどね。で、大きな陰線が出た後の陽線はそこそこ大きかったんですけども、その後は上下に比を出しながら、陽線ではあるんだけども、なんかね、ちょっと消極的な上昇陽線なわけなんですよね。で、これを推察するに、まあ上昇の勢いっていうのは衰えてきてですね、今矢印が入ってるのが大きな陽線です。この陽線を最後に、陽線っていうのはちょっとね、勢いをなくしてちょっとちっちゃいんですよね。なんか残念な陽線になってますよね。で、上昇はしてるんですけども、横ばいに近いということで横ばいの線入れてます。だからこれはね、そのうちね、下落するんじゃないかなと思ってるんですよね。そういうふうな形で日足を見ていますね。で、これ4時間にするとちょっとわかりやすいんで、もうちょっとしたら4時間に切り替わると思いますけども、ちょっと待ってくださいね。今切り替えてます。はい、これ4時間ですよね。4時間は何が特徴的かというと、ダブルボトムがはっきりと見えているってことなんですよ。ダブルボトムね。これダブルボトムに気づかないと、もうエントリーすること難しいですからね。ダブルボトムは気づきましょうね、これはね。で、ダブルボトムが出る前、シングルボトムの時は、一つのボトムからこういうふうに NG、NG で上昇が向かってたじゃないですか。だから V 字みたいになってたんですよ。で、それがある要因でゴーンと叩き落とされて、そこでダブルボトムが形成されたのがここです。そこからというものをまたね、倍で取っていけるわけですよ。ここ、1週間、10日ぐらい、私は倍で取るしか言ってないですからね。だから買いだけを意識した方はずっと取れてるんですよ。ね、倍で行きましょう、倍で行きましょうとしか言ってないでしょ。これはね、ダブルボトムだからなんですよ。で、ダブルボトムのその2個目の上昇 NG が、なんか最近ね、おとなしくなってきたというかね、ちょっとこう、収束加減にはなってきてるんですよ。まあ、そうですよね、やっぱりこう、上昇ラインっていうのはずっとは続かないんですよ。今ここに来て、ちょっと勢いがなくなってきてね、こことここだから同じぐらいの高さでしょ。だから横ばいに入ってきてるんですよね。移動平均線は上昇をまだ暗示してるんですけども、でもね、エントリーするほどの上昇路線ではないなというふうに見えます。ですんでね、ちょっと今エントリーはできない状態です。4時間も横ばいに近くなってきたかなと。その後私は下落するんではないかなというふうに思っております。はい、ではですね、これを1時間にするともうちょっと分かりやすいんですけども、もうちょっと4時間の方をね、ご覧いただいて、これがね、だから週足です。今週足が割り込んできましたけど、週足は右肩下がりでしょ、ね、だからこれを考えると、短期は上昇なんですよ。短期であればあるほど。で、長期は、下降に転じてるんじゃないかなと思います。ほら、1時間は上昇でしょ。これ明らかに上昇の折れ線グラフを作ってるわけですよ。こういうふうにね。で、今、収束に向かっていると。ほら、ペナントになったでしょ、こうやって線引いたら。だから、いつも同じです、言ってることは。もうね、ダブルボトム、ペナント、何回も出てきましたね。で、収束した後は、どちらかにブレイクすると。で、今回は私は下の方にブレイクするんではないかなと思います。それは長期目線を見てると、長期では、まだまだ下落が続いてるからなんですよ。で、そういったことでね、私は今まで相場解説やってきましたけども、同じことばっかりを使ってやってるわけなんですよ。はい、で、今回のダブルボトムからのこのペナントは、これはね、気づいてください。特別なこと言ってないでしょ。ダブルボトムって聞いたことありますよね。ペナントも十分学びましたよね。ここに出てきてるってことなんですよ。で、その後どうなるのかっていうのは、ブレイクが起きるのは、これはね、上に行くか下に行くか2つに1つなんですけども、その確率を高めるために今までの倍の考察があったわけなんですよ。で、ここではもうね、1週間目線が長期の目線がですね、売りですから、今度のブレイクは下落に向かうんではないかなっていうふうな仮説を立てています。ということなんですけども、なかなかね、そうは言っても相場解説見てるんだけども、半年間、1年間見てきたんだけども、なかなか思うように勝てないよって方、そういう方いると思うんですよ。で、私はね、これはね、一重に基礎用語が足りてない、もしくは基礎用語を間違えて頭に入れてるから、チャートを見た時に気づくのが遅い遅いってことになると思うんですよ。私が相場解説として、ほらこうなったでしょっていうふうな自己承認はできるんですよね。ああ、確かにと、ああ、あの時こうだったのかって思うんですけども、やっぱり相場解説とかね、 FX で勝つ以上、まだその波形が出る前にそれが分かんないといけないんですよ。それがテクニカルですから。テクニカルっていうのは今までの形でこれからの形を予測するだけなんですよ、ね、だからいろんな情報が入ってくるとか、国際間どうだとか、爆弾落ちたとかって、そういうのは、ね、全然抜きにしてですね、テクニカル、形だけで次の形を読むんですよ。
もう常にこれを繰り返さないといけないのに、何かね、特別なネタがあれば勝てるのにとかね、このネタがあったから自分の予測がずれたんだみたいにいちいち思っちゃダメなんですよ。テクニカルは4割は負けると、6割は勝ちに行くんだって形で、粛々と同じことをずっとやることによって積み重ねられます。でもね、やっぱり基礎用語が足りないし、基礎用語が誤解して覚えてるんではないかなと思うんですよ。ですんで私ね、以前もちょっとお話ししましたけども、基礎用語を毎日ね、2分か3分にまとめて100個ぐらいをね、皆さんのところにちょっと強制的にメールマガジンとかでお送りしようかと思うんですよ。でお送りして、音声で聞けば分かるような形でも、一部は画像を使わないといけないんですけども、そういった形でね、毎日毎日これ経験があるんだけども、もしくはこれから始めるんだけどって方向けですけども、何の基礎用語を覚えればいいのか、どの順番で覚えればいいのか、どういうふうに覚えていけばチャートを見た時にそれに気づけるのか、こういったもの、エッセンスを盛り込んだものをね、希望者だけにですけどもね、お送りしようかなと思ってます。ただまあ、今相場解説毎日やってる上に、こういったメールマガジンでね、二次的なものを送ってもいいのかなっていうところもありますんで、ちょっと悩みどころなんですよね。私は実はこれはね、教材化してインフォトープとかインフォカードとか、そういうふうな情報商材を売るようなね、ところに販売しようかなと思ってるんですけども、手数料がなんかすごく高いんで、 50% ぐらいするんで、2万3万とかでは出していけなくなっちゃうんですよね、そうなると。でもまあ、速稼塾のこの相場解説を見てる方に、もしくは私のね、動画を見てる方に、廉価で、ね、安い価格で販売できればなと思うんですけども、どうしようかなと思ってるところですよね。やっぱり繰り返しになりますけども、相場解説を見た上にもう一個教材が増えるっていうのはやっぱり負担だと思うんですよね。でも相場解説を、見ずにですね、私のその新しい教材だけで3ヶ月は学んでいこうとする方がいれば、それは有効だと思うんですよ。全てを忘れてそれだけに特化して、やっぱり基礎を固めるっていうのはね、やっぱりそういう時期はないといけないんですよ。そのためにはやっぱり 2,3 ヶ月かけていかないと。で、今までもそれをね、繰り返し言ってきたんですけども、どうもね、なかなか勝てない方とか、月に10万前後以上に利益がならない方っていうのは、基礎用語が足りてないと。足りてないからチャートを見た時に気づけないんだなと思うんですよね。ですんで、チャートを見ることを1回忘れてですね、2ヶ月3ヶ月はしっかりとそちらの方の地盤固めをした方がいいかなと思ってるんですよ。地味で退屈ですよ。でもそれをやんないと相場で勝つってことはやっぱりできないと思います。専門用語非常に大事なんでね、ですんでそちらの方はね、どうしようかなと思ってるところではあります。もうちょっとね、考えさせていただきたいと思います。もうね、情報系の販売業者さんの方にお渡ししようかなとかなり強く思ってるんですよ。この速稼塾の方はこの相場解説でいいかなというふうにも考えてるんでね。ただね、この私が今考えているその基礎商材をやったところで、結果が出たのはね、年末年始ぐらいだと思うんですよ。だから最高の2021年をスタートするために、もう一回一からやり直そうって方には向きますけども、ちょっとやったらそこそこ分かったから、もう一回エントリーしようかなっていう方、そういう方はね、そういった先走る方はあまり使ってほしくないかなっていうね、悩ましいところでございます。非常にね、今日は長いこの動画になってしまいましたけども、ご容赦くださいませ。それではね、また明日からの放送をお楽しみにされてください。しばらくエントリーする機会はないと思いますけどもね。はい、それでは以上です。